何あれで、まあ2人が徳武と西山が救急車で止血できたから血が止まったから降りたみたいな。でなんで刺されたのかって言ったら、信義が呼んだ後輩が多分ね、まずね、なんか俺また別にすごいいろんなところが情報が来たけど、なんか大関が裏で頼んだ疑惑をね、大関がその西山をやれっていうのを頼んだ疑惑みたいのがあるんでね、それがちょっと今確定じゃないんだけど、そういう噂が流れてる。ちょっと噂がね、そう、はあ、内藤豊とかその辺ね、そっち信義とかの方面で、あの大関が裏でなんか絵を描いて西山をやるようになんか頼んでたみたいな、金払ったかわかんないですけど、そういうなんかまた確定じゃない、それは確実じゃないんですけど、で大関はなんかもう二度となんかその何だそのあいつらとはなんか絡まないとかなんか配信で言ってるみたいですよね。でまずね、その刺したのは信義が配信で、にちょっと左手上げると調子悪いな、頭の回転が悪い、今戻ってきた。まずに信義があの西山に謝罪させられたんだよね、配信で。西山の配信の中でみんなでこう集まってる時に、小山慶吾はみたいな感じで信義が言い出したから、あの自分の小山慶吾の悪口をね。それで、いや俺の配信で小山の悪口を言うと、俺もそういう風に小山のことを悪く思ってるように思われるから、俺の配信言うんじゃねえよみたいな感じで、謝れみたいな感じで信義が頭下げたんですよね。申し訳ないです西山君みたいな感じで。で信義が後輩を呼んだんですよね、2人。それでまあ2次会で信義は帰りました。3次会で足元が払ってます。3次会でそう信義の後輩が西山のことをまず殴ったんだって。それでなんで殴ったのかはちょっと不明ね。それは頼まれ、大関が裏で絵を描いて頼んでた説と、まあ単純にその信義が謝罪させられたからっていうのとね、あとは小山慶吾説ね。小山慶吾説のそのなんかあれ組織の関係でなんか言われてた説、この今3つが浮上してるんですね。やっぱり俺が関係したみたいな。でなんかすげえボッコボコにやられたんだって。で2回やられたんだって。その刺した後輩は殴って刺したんだって、西山を、腕をね。でなんかボールペン型のナイフだったんだって。ボールペンの中にナイフが入ってるみたいなやつで、それ刺したんだって腕を。検査あるってましいです。それでなんかね、まあその3つのね施設があるんですけど、まずねゲーム、何がゲームオーバーなの、俺はゲームオーバーじゃないんだよ。